ここでお店を開く予定よ。わあ、この下準備をリサさん一人で全部やったのか。いいえ、騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。薬を作るのに必要な材料や設備についてはアルベドとスクロースちゃんが協力してくれたわ。そして今後の物資の補給は後方支援部隊の担当、そこにあなたたちも加わってくれたおかげでお姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日騎士団はお店の宣伝をしてくれているの。準備ができたらもう正式にオープンよ。じゃあ早速こちらの材料を使ってポーションを練習してみてちょうだい。ポーションが出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだな。お姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。どう？これから販売するポーションについて何か思いついたかしら？じゃあ新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ実際に試してみて。